大人の楽しいことがいっぱいありますよ。チャルロスさんとソーセージ頬張りたいな。いいですね。その後白ワインを飲みましょう。僕とバキバキのやつ。そう、バキューム強めなんで。そう、取れたかと思いました。一瞬身長185センチ、体重130キロ。前の筋肉押してもらってもいいですか。押してるえ、はい、通貨安めになってる。よし、じゃあちょっと車買いに行こうか。お兄さんどんな車好き。安かったらもう何でもいい。え、何でもいいのかい。好きな車とかないのかい。好きな車、まあできたらかっこいいのがいい。え、ディーラーさん、なんだい。いっぱい荷物が乗る車がいい。え、いっぱい荷物が乗る車、じゃあバンだね。バンが欲しい。え、ああバンだ。じゃあジャーニーっていうのはどうだい。今いくら持ってる。今685万だい。うん、買えないね。無理だね。じゃあとりあえず、じゃあ足が欲しい。自分が好きな車を選ぶんだ。おすすめでいい。じゃあディーラーさんのおすすめでいい。おすすめか。君にはコンパクトカーのピーナッツがお似合いだ。コンパクトカーのピーナッツかい。なんだいそれ。コンパクトカーのピーナッツ。あいつほんと会話できない。え、あの600万しか持ってないって言ってるえ、ずっと。そうか、600万しか持ってないえ。まあでも足は必要だからな。なんか君とはなんか運命力を感じる。運命力何番だ。375だい。375で今600万ってことだよな。600万だい。ちょっと待って、それもらったらもうあれに乗るしかなくなるえ。わっちはもうこれからずっとあの車を買うえ。買いなさい。買うえ。ふんふふーん、ふんふふーん。これを買ったせいで所持金88万だい。でも似合っているじゃないか。似合っているかい。すごい似合っているぞ。これは強いのかい。2000万円もしたい。これほぼスポーツカーだい。いやでもすごい似合っているぞ、チャロス。あ、チャロス、このこの子すごいぞ。この右の子。あったよ、さっきカレー屋さん。ココナちゃんだい。あ、本当にカレー作ってくれたい。え、ココナさん、今何え、江戸の飲み、江戸のなんか酒。ちょっと待って、首絞められたい、絶対今。ココナ、今なんだ今の首は。え、首絞められてる。ココナ今止まんなくてさ、しゃっくりが。しゃっくり可愛いえ。ありがとえ。チャルス分かってんじゃねえか、この街のアイドルやで。チャルス、みんな電話番号交換しようよ。なんでそんなにしゃっくりが出てるえ。はじめましての方が。どうしたらいいえ。はじめまして、はじめまして、チャルロスだい。ボタリンモンローです。ボタリンモンロー、すごい。不動産屋してます。そんななりです。不動産屋のしてるんですか。そう、よろしくね。すごいセクシーですね。そうですよ。いいですね。私はストリップバーとメカニックと宝石商で働いてます。え、どこって言いました。ストリップバーと。ストリップバー。ボタモンの方がストリップっぽいけど、今ちょっと待ってください。どういうこと。この世界ストリップ。え、この世界そんなんあるんですか。いますよ。まだ引っ越してきたばっかり。あ、はい、2時間しかまだ経ってなくて。そんなに、ね、引っ越してきたて。そうなんだ。この町は大人の楽しいことがいっぱいありますよ。大人の楽しいこと。チャルロスさんっておいくつですか。成人ですか。僕は26歳です。あ、じゃあもうバリバリなんだ。はい、一番興味ある年です。なんか欲しいのあったらそこから選んでもらっても。ソーセージが食べたい。え、ソーセージ。モンローさんとソーセージが食べたい。え、下ネタ一緒。え、違う。え、何を言ってる。あのちゃんとした料理を一緒にソーセージ食べたいって。どこが下ネタな。そういう考えがの方がピンクではないですか、それは。え、どこが下ネタなんですか。チャルロスさんとソーセージ頬張りたいな。いいですね。その後白ワインを飲みましょう、僕と。あ、そこは普通なんだ。お酒のセレクト普通。その後白ワインを一緒に飲みたい。ええ、カルピスじゃなくて。カルピスありますか。マッコリ。カルピスはちょっと当店マッコリとか白い液はないですね。ないですか。胸松、白い液っていうのやめなさい。申し訳ございません。こちらでの会話が上の方たちに聞こえてるみたいで。え、ちょっとずれてお願いします。ごめん、嘘。大丈夫だよ、そんないかがわしい話はしてないえ。あ、雰囲気いいえ、ここ。じゃあここ座ろう。分かったえ。どうぞどうぞ、はい。一応ソーセージの方は持ってきましたので。ありがとう。ありがとうだい。はい。飲んだらなんか座り方変わったよ。お腹大丈夫かい。どうしたの。なんかまた押さえてない。大丈夫。
終わってるなこれ。いや おパンツ、おパンツ見えてるよ。ちょっとやめてほしい。ちょっとじゃあのお二人でお楽しみください。ちょっと前 ありがとうございます。私いる時しか出せないオリジナルカクテルがあって今すごいよ。じゃあ胸松オリジナルカクテルにしたい。気が利くよ。これをいただく。上ずつこれもあれかい、元気になるやつかい。これはそうです、一応あの元気にはならない。飲むたびに立つで、これそうです、美味しいと立っちゃうんですよね。あ、美味しいと立つ。え、ちょっと下ネタですか、はい、何を言ってんの。全部そっちに行くな。やめる、早くソーセージ食うないえ、ほとんど。おい、ボタリン、お前いつまで待たせない。早く出ろよ。電話だわ。え、おい、ボタリン、お前いつまで。ちょっと、すごい。もしもし。なんえ、こんばんは。ちょっと待って、どうしたの。今どっから声聞こえてきたかい。いや、僕もです。え、待って、何の声だい今、誰だい。え、耳元、ね、なるほど、ね、着信音。やばい女だよこいつ。すごいな、こんな、こういう風に会話もできるんですね。こうやってクリスマスですけど、なんかご予定は。ダルロスさんと過ごすことかな。 あらいいんですか。あ、すいません、胸松、追加のソーセージお願いします。胸松、今いいとこ。ごめんなさい、あ、すいません、邪魔しちゃったっす。胸松、すいません、追加のソーセージ。追加のソーセージ。追加のソーセージ。ソーセージはいります。あ、じゃあ、はい、チャルナさんにお願い。パリパリに焼いたやつお願いします。パリパリのやつ。あ、ゆでじゃないの、こういうところがって。パリのやつで。あ、キバキのやつ。そう、ば。でもモンローさんはなんかすごい、うん、何の音ですかこれ。これえ、なんか炎の音。え、なんか雪崩みたいな音するんですけど、気のせいですかこれ。そんな大きい音してる。ズボボボボボボボみたいな音してるんですけど大丈夫ですか。私そんなにバキュームしてるかな。なんか、え、何の音今の。怖っ。 普通何の音。え、なんか土砂崩れみたいな音してたんですけど今。炎がさ、燃えてる音じゃなくて、頼む。このなんか、なんか今、ズゴゴ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 みたいな。本当に？ちょっと私もバキューム強めなんで。そう。ああ、ちょっとソーセージ足りっかな、これ。ソーセージ。バキューム強めなんすか。いや、そんな、だってすごい音したんでしょ。いや、もうすごかったですね。もう、取れたかと思いました、一瞬。持ってかれたと思って。吸い込んじゃったと思った。吸い込まれた。あ、なポーンってなったと思いましたね。バカじゃない。子供の頃から鼻血めっちゃ出るんだよね。え、それ本当に危なくない。なんかしかも右の鼻の穴からしか出ないの。え、それ本当に危ないよ、鼻血って。ちょっとやめて、なんでそんな不安にさせんの。いや、本当にちゃんと病院行って。え、出るって。病院行ってる。鼻血、病院行ってる。そしたら、え、太りすぎって言われる。全然鼻血関係ない。太りすぎ言われる。チャルロスさんの魂はどれぐらいで太りすぎっていう感じなのかな。私ちょっとあんまり、あ、どこの人の太りすぎか、体脂肪率とかで聞いた方がいい。なるほどね。あ、いや、うん、体重全然言えるよ。え、身長体重言える。言えるよ。身長185センチ。めっちゃくちゃ背高いじゃん。でしょ。体重130キロ。がカレー食って鼻血出し。そんな笑う。そんなに笑いすぎじゃない。ちょっと待って、185センチもあるんでしょ。そう、バケモンなんだよ俺。え、かっこいいじゃん。すごいかっこいいじゃん。そう、そこまではね。え、もしかしてさ、チャルロスさんってイケメン、うん。130キロで、そんなわけねえだろ。え、130キロってさ、体重測れるの。いや、測ってるから130キロ。何を言って。いや、じゃあ家の、あー、市販の。無理無理無理、エラーって出るよ。じゃあどうやってさ、体重測ってる。だから2個。2個って何。だから2個並べて右と左で足して。嘘でしょ。いや、ほんとだよ。いや、それ、ほんとほんと、嘘だ。本当だって。待って、それさ、ちょっとさ、半分になってないって。だ、子供の頃、中学校の頃から130キロぐらいあるんだけど、俺。本当、風邪ひいてさ、小児科行くじゃん、病院の。うんうん、で、昔のさ、あの病院ってさ、なんて原始的なさ、くるって回るやつあるじゃん、体重計。うんうんうん、
あれが一回転して110キロのところでカッと止まるのよ。カッって、あれ止まったの見たことないでしょ。あれさ、一周するの。そう、一周で100キロなんだよ、あれ。うん。で、ちょっと右に1時ぐらいの針で110キロまでなんだよ、あれ。あ、そうなの？そう、でも俺中学の頃120、30あったから、カッって止まるんだよ、それが。そしたら一番奥からはいはい、じゃあもう一個出すねっつってもう一個出てきて、うん、それにどっちも乗って足すっていう、その右足左足で、そう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 、乗って足せば、そうそう、本当に体重なの？そうそうそう、それの体重になる、なる、ちゃんと。本当？うん、そうそうそう、知らなかった。いや、イケメンではない。可愛い顔してんの？可愛い顔？なんだろうな、まあ、想像してほしい、想像で言ったら本当になんだろうな、魔人ブーみたいな顔してる。マジンブーってどういうこと？マジンブー知らない？マジンブーわかるよ。わかる？だ、それだよ、うん、いや、あれ可愛いか可愛くないか、イケメンかイケメンじゃないかって言ったらさ、人間じゃないじゃん、うん、え、まあでも人間ではないよ、本当に人間ではないね。人間じゃないの？人間じゃないと思う、俺多分最近ね、思ってきた、うん、俺人間じゃないんじゃないかって。そうなんだ。そう、なんか頭の上から見たら俺頭がさ、木魚みたいな形してんだよ。なんか太りすぎて、逆にずっと。え、何？笑ってないで。人間、本当のこと言ってる。人間が木魚の格好してるわけないじゃん。違う、人間が木魚じゃない、上から見たら木魚の形してるの、頭が。鏡餅みたいってこと？だから太ってると、うん、その後頭部とかに肉がつくじゃん。はいはいはい。 そうで、それが子供の頃からついてるから、もう頭の骨格が変形しだしてんのね。あー、うんうんうん。そうで、最終的に木魚みたいな形になってんの今。木魚なんだよ。見たい。木魚は見たい。ねえ、聞いて、きのこちゃん。どうしたの？チャルロスさんの魂の人って、頭の形が木魚なんだって。じゃあ坊主にしたらすごい形いいじゃん。あ、坊主だよ、今坊主坊主。完全木魚ってことでしょ？もう今も叩かれるってこと？そう、本当に木魚。いや、マジで木魚っていう、木魚って言い方が一番しっくりくるぐらい木魚。上から見てね。頭が木魚って初めて聞いたわ、一生のうちに。いや、本当に木魚なの。え、すごいよ、本当に俺の顔。なんか俺の顔って何？え、そう、なんか太りすぎて、おでこが出てきて、ナポレオンフィッシュみたいになってるの、俺。おでこが。ボコってなってる、小腹みたいな。そうそうそう、で、その、ボコってなってるおでこで、日差しを通さないんだよ。あそこで日差し塞いでるんだ。だからか、あの、帽子ってさ、ツバがあるやん。ありますね。あれがおでこ。だから太りすぎて、マジ顔が新幹線みたいになってきてるんだよ、どんどん。きのこちゃん聞いてよ、チャルロスさんの魂185センチもあるんだよ。そうなんだ。きのこ170ぐらいあるから。185センチ、130キロ。妖怪で、ナポレオンフィッシュの木魚。妖怪じゃないナポレオン木魚。ナポレオン木魚はちょっと笑うけど。そうだよ、太るも大変なんだよ。100キロ、あの100キロ超えたら天才、そう、才能あるっていうか。そうそう、でも簡単だったよ、本当に。二郎系食べてたか。簡単簡単。え、だって俺高校3年生の頃165がマックスだからね。じゃあ痩せたんだ、30キロも。そう、痩せてる。小学生一人分減ってんじゃん。そうなんだよ。なんで笑うの、それで。何がおもろい。何笑ってんだよ、おい。やばい。物心ついた時が110キロ物…うん、いや、やばいだろ。重量いるから、やっぱ。お前、物心…物心ついた時から太ってるっていう。やば、バケモンだろ。物心って5歳ぐらいでつくだろ。だから結構玉のような子だったんだ。やばいだろ、5歳で110キロはねえよ。ね、聞いて聞いて、病院に行ってね、なんで鼻血出るか聞いたって言ったらね、なんか太ってるからって言われた。え、ボタン？何が違う、違う、違う。今日ね、チャルロスさんにずっと笑わされててね、口角痛いよ。い、伸ばさないと。ずっと笑って、勝手に笑ってるだけだけどね。すごいやばい人なんだよ、チャルロスさん。ラグランジさん、お前の方がやべえだろ。おい、でもチャルロスさんがやばいのか、チャルロスさんの魂がやばいのか。いや、やばいんだって、本当に。もう全てのエピソードがやばかった。
キノコデブ戦だからな。マジ？いたんだそんな人。クリスマスの奇跡じゃない？来たなこれ。出会わせてもらった。いやもういるんで。すいません。ちょっと待って、一番かわいそうじゃない俺これ。一番今。ちょっと待って、泣きそう。ちょっと今すごい。キノコちゃんのもてあそび方すごい。お前が一番悪い。あれちょっと待って。ラグランジさん何か見てる。ちょっと待って、普通にトラウマ今思い出した。えぐえぐえぐ。トラウマあったんですか。トラウマ今。えぐえぐえぐ。どういうこと？他のデブってこと？他のデブがいるってこと？ちょっと、やめて。やめて。本当にもうほっぺが痛いよ。どこのデブだそれ？どういう状態？ざけんなよ。木魚なのかそいつ。木魚金髪デブかもしれない。木魚って金ちゃんと大丈夫？レジアイスぐらいある体。レジアイス。何レジアイスって？俺レジアイスと体型が似てんだよ。そうだね。レジギガスかもしれない。レジギガ、俺よりやばいデブやん。金髪レジギガスデブか。